殺しまどうしてくれんだよこの状況。怒らないでよ。私だって悪気があったわけじゃないんだから。そうだ、アクアをあまり責めないでくれ。元は私がさらわれたせいだから。とうとう手に入れました、最強の古代兵器トールハンマーを。トールハンマー、高く売れそうだけど危ない香りがするわ。ゲームや映画なんかで聞いたことあるぞ。確か雷を使う神様の武器とかそんな感じだったような。すさまじい魔力を感じます。どうしようどうしよう、大ピンチじゃない。みんな私の後ろに。攻撃は私が引き受ける。おいメクミン、倒れてる場合じゃないぞ。早くここから逃げ。あれはクオマ族の金銭を刺激します。カズマ、私をトールハンマーのもっと近くに、近くで見たいです。自分で言うのもなんですが、危険な兵器なのでもっと恐れおののいた方がいいのでは？ちょっと間近で見せてください。さあカズマ。近づけるわけないだろう、あんな見るからに危険なもの。早く逃げるんだよ。やれやれ、まったく、あなた方とやり合うとこちらのペースが狂いますよ。ダニエル様、ついにやったのですね。ええ、あとはここにいる冒険者たちにとどめを刺せば終わりです。もちろん踊り子は丁重に扱いますけどね。一度は追い詰めたと思ったのに。残念ながらもはやあなた方に勝機はない。そのことを分からせてあげますよ。今すぐにね。うなれ稲妻よ。おいおい、なんて力だよ。めぐみんの爆裂魔法すら耐えた城が揺れたぞ。カズマさん、あれはかなりヤバい気がするわ。あの稲妻にかすりでもしたら黒焦げで灰になっちゃうわよ。結界の魔法でもあんなの耐えきれそうにないですし。それどころかこんなのが世に出たら大変なことに。今さら恐れをののいても遅い。ダニエル様、もう一発お見舞いしてやりましょう。どうしてダニエル様が感電死しかかってるんですか。わかりません。しかしこれは大きな誤算です。一体どうしてこのような。あ、ダニエル様、ここに兵器と一緒に復活した取扱説明書があります。説明書？古代兵器に説明書がついてるなんて一体どういうことだ。今回はトールハンマーのご利用誠にありがとうございます。トールハンマーは古代の言葉で打ち砕くものを意味します。凄まじいエネルギーの塊であるため生身で使うのは危険です。そういうのは使う前に言ってほしかったですね。ま、読まなかった私の落ち度でしょうか。安全にご使用いただくには手袋型の魔道具ヤールングレイプルを併用してくださいとのことです。必死で手に入れたもののそれ一個じゃ効果を発揮できないとか、悪徳商法みたいな古代兵器ね。なお、ヤールングレイプルは遥か北にあるウォルム山に安置されています。チャーリー、それは言わない方が。ああ、お前ら
聞いたか？ええ、この可愛いお耳でバッチリとね。あんなものを自由にさせては民衆に危険が及ぶ。私たちが先に見つけてトールハンマーを無力化せねば。おやおや、逃げられるとお思いですか？疲弊した今のあなたたちならチャーリーでも十分倒せます。任せてください。口を滑らせた死体を取り消すためにも。くそ、めぐみの爆裂魔法はもう使えない。こうなったら。あんた頼んだ。あのベルディアに使ったやつを頼む。本当にいいのね。行くわよ。セイクリッドクリエイトウォーター なんとか逃げ切れたか。あの兵器をダニエルが自在に操れるようになったら大変だぞ。世界の危機といっても大げさではないかもしれない。ねえ、これってあなたたちのパーティーの責任よね。私は無関係よ。俺たちだってたまたま居合わせただけで無関係だ。そうよ、私はむしろ被害者よ。みんな言い分はあるだろうが、ひとまず兵器が復活してしまったことをギルドに報告すべきだろう。この巣場、この巣場、一振りで雷を呼ぶ古代兵器ですか。ああ、ダニエルがあの力を自由自在に使えるようになったら、はっきり言って相当やばい。近くで見てたけど、威力はおそらく爆裂魔法以上じゃないかしら。爆裂魔法以上？そいつはやばそうだな。もし連発できるようになったらほぼ無敵じゃねえか。でも、そんなとんでもない兵器がどうして今になって復活を？それは一言で言うと、これまで姿を見せなかった麗しき女神がついに降臨し。なんでもない、なんでもない。ダニエルのやつがようやく儀式を成功させただけだ。古代兵器の復活に俺たちが関わってることがバレるのは避けたい。終わりの始まり、始まりの終わりか。カズマさん、ご報告ありがとうございます。ただならぬ事態のようですね。アクセルの町だけで抱え込める問題ではありませんね。早速ですが、オートにも連絡して対策を練ります。頼む。オートの軍勢が来てくれれば心強いからな。だがあまり楽観視はできないぞ。仮に援軍が来てくれるとしても時間はかかるはずだ。ダニエルさんは魔王軍にいた時から行動力がすごかったですから、すぐにでも攻めてくる可能性はありますね。心配はいりません。いざとなればこの僕とマケングラムで何とかしてみせます。人々を危険から守る、それが僕の役目ですから。かっこいい。助けてちょうだい。そして私を養って。え、あのちょっと。ミツルギさんの言う通りだ。人々を守るのが冒険者の役目。それに世界の危機は冒険者全員の問題だ。え、ミツルギさん、ミツルギさんって言ったのか。カズマの言う通り、世界の危機は冒険者全員の問題よね。世界の危機を救ったら
金も女も思い通りになりそうだな。俺も冒険者として手を貸すぜ。あ、みんなで頑張ろう。世界のために。自分が関わっていたことをうやむやにしてみんなで頑張ろうだなんて、はあ、さすがね。ちょ、ガイアは黙っててくれませんかね。はいはい、まあ私には関係ないものね。城にあったお宝を監禁でもしてくるわ。それじゃあね。洪水の中でもお宝を持ち帰るのを忘れないとは。あいつはトレジャーハンターの鏡だな。このそば。しかし先ほどのカズマはかっこよかったですね。世界の危機、これは冒険者全員の問題だか。カズマらしからぬ発言だが、どういう風の吹き回しだ。どうせカズマさんのことだから、またよからぬことを考えてるに決まってるでしょ。誰のせいだと思ってるんだよこのダメ神は。お、なんだアリア。本当にみんなの問題なのかな。元はといえば私がさらわれたからこんなことに。リアが謝ることじゃないわよ。悪いのは腹いせに大暴れしようとしてるダニエルなんだから。でもこのことが原因でコンテストが中止になったら、私のせいでシエロやエイリカの夢が。気にしすぎだよリアちゃん。もしコンテストが中止になっても次の機会があるから。そうよ、本当にリアに責任があるんだとしても、リアの責任は私たち3人のアクセルハーツの責任なんだから、リアだけが気に病む必要ないわ。分かったなら早く元気出しなさい。うん、ありがとう。ちょっと待て、コンテストが中止。まずい、それはまずいぞ。コンテストでリアたちが優勝しないと借金が返せない。ダニエルは俺たちが一刻も早く何とかする。踊り子たちの夢を奪うのは良くないからな。カズマさん、僕たちのために。カズマたちだけに任せるなんて、私も手伝いを。いいから気にするな、俺が何とかする。俺のためを思うならコンテストで優勝してくれ。任せてちょうだい。頼むぞアクセルハーツ、こっちは俺たちに任せろ。ちゃんとコンテストに備えておくんだぞ。このそば。威勢よく単価を切っていたが、どうにかする手立てはあるのか。そうだな、ダニエルよりも先にヤールングレープルとかいう手袋を俺たちが手に入れればいいんじゃないか。そうすりゃ古代兵器はなんとかできるだろう。当然お前たちにも手伝ってもらうぞ。分かってるわよ、コンテストが中止になったらリアたちもかわいそうだしね。ですが一体どこにあるのでしょうか。ウォルム山とか言ってましたが、そんな場所聞いたことも。ウォルム山ってあのウォルム山か。ごめんなさい、話が聞こえちゃったものだから。もしかして知ってんのか。北の大地にある火山だろ。ミーヤんとこの門はみんな知ってるぞ。そういえば遥か北にあるって言ってたわ。獣人の村の近くだったのね。カズマ、行ってみたいならミーヤが案内してやってもいいぞ。あらミーヤちゃん、道案内してあげられるなんて偉いわね。でもウォルム山に何の御用かしら。その山に世界の命運を担う鍵が眠っているのです。頼む、俺たちをそこに案内してくれ。おお、いいぞ。ちょうど野菜も売り切れたとこだしな。モンスターもたくさん出る、とっても危険な場所だから、ちゃんと準備しないとね。よ、危険な場所か。一撃が重いモンスターもいそうだな。楽しみだ。返済のチャンスをここで潰すわけにはいかない。トールハンマーを使わせないために、やつらより先に手袋を手に入れるんだ。この巣場、この巣場。
いつまで泣いているのですか、ダニエル様。泣いても踊り子たちは戻ってきません。取説を読んだでしょう。ヤルングレイプルの所在は分かっているのに、いつになったら取りに行くおつもりですか。そんなことは分かっています。ですが、見てくださいよこれを。ああ、集めてきた踊り子グッズがみんな水浸し。あの青髪のアークプリーストのせいですよ。これを嘆かずにいられますか。ダニエル様の踊り子好きは熟知しているつもりだったが、よもやここまでとは。先行きが不安だな。そもそもトールハンマーの力を最大限引き出せるようになれば、グッズなど必要なくなると思いますけどね。それはどうして。圧倒的な武力を背景に、本物の踊り子を手中に収めることもたやすいでしょうし、本物を手に入れれば別にグッズなど。チャーリー。はい。その通りですね。あなたの言う通りですよ。私、やる気が湧いてまいりました。好みの踊り子をそばに置き、私好みのグッズを作る。そのためにもヤルングレイプルを手に入れましょう。結局グッズは作るんだな。そうと決まればワイバーンを用意してください。こっちだこっち、もうちょっとだぞ。いつ来ても寒さは折り紙付きだな。今年は特に寒いので、雪性も多く出てるし。カズマさん、ティンダー使ってよ。ティンダー、ちょっとでも温まりたいの。断る。無駄なエネルギーを使いたくない。おい佐藤カズマ、女神様の要望だぞ。ケチくさいことを言ってないで答えて差し上げろ。嫌だよ。というか、どうしてお前がいるんだ。君が言ったんじゃないか。世界の危機は冒険者全員の問題だろう。ならば魔剣の勇者であるこの僕の力が必要なはずだ。そういえばそうでしたね。まあ戦力は多い方がいいしな。見てください、大きな山のシルエットが見えてきましたよ。もしかしてあれがウォルム山ではないですか。あのどこかにヤルングレイプルが。探し出すのは骨の折れる仕事になりそうだな。とりあえず山頂を目指してみましょうよ。宝物は山頂に鎮座していると相場が決まってるんだから。腹が鳴るな。あらあら、それを言うなら腕が鳴るよ。ウォルム山には危険なモンスターがいるというが、どんなモンスターがいるんだ。そうね、いろいろいるけど、一番手強いのは野菜よ。しかもとっても美味しいの。美味しい野菜は生きがいいからな。うちの村で採れるやつより強くて危険なんだ。野菜に殺されるのは避けたいな。みんな気を引き締めていくぞ。ベジタブー。思ったよりだいぶでかい山だな。まだ登り始めて1時間だぞ。この調子では先が思いやられるな。あら、あれは。行きましょう、ダニエル様。古代兵器を操れる力を手土産に魔王軍に戻るために。ええ、そして最終的には踊り子も手に入れるために。あのワイバーン、私とリアをさらった時の。げえ、小型竜に乗ってショートカットするとは卑怯な。こうしてる場合じゃない、急いで追うぞ。いや、それはしんどいからやめておこう。何を悠長なことを言ってる。世界の命運がかかってるんじゃないのか。おいめぐみ、
あのワイバーンに向かって爆裂魔法を打ってみてくれ。空をかける翼竜よ、我が赤き黒煙の前にひれ伏すがいい。行きます、エクスプロージョン。うわあ、おお、なまらすごい威力だな。よし、よくやったぞめぐみん。何のためらいもなく不意打ちを。こういう時躊躇しないのがカズマのすごいところだ。すごい？ひどいの間違いじゃなくて？カズマ、カズマ、動けなくなったのでおんぶをお願いします。それなら僕が。さあ、安心して僕の背中に。あ、結構です。カズマ、早くしてください、地面が冷たいのです。はいはい、よっと。僕より佐藤カズマを選んだ？このスマ、このスマ、キョブ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 、トマ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 、コーンコーン、トウモロコーン。おー、なまらうまそうな野菜バッグだな。どれも新鮮で生きがいいわね。大自然の恵みだわ。そんな悠長なこと言ってる場合か。襲ってきてるぞこいつら。野菜に殺されるなんてありえないんですけど。私がデコイで引き寄せている間に攻撃を。行くぞデコイ。キャベ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 、アーメイズダクネスが引きつけてる。今のうちに攻撃よ。ダクネスさん、私たちのためになんだか申し訳ないわ。ああ、アクセルの街でキャベツに鎧を向かれたあの日の興奮が再び。うちのお嬢様は本当にブレない。このスマ、ベジタブル。ようやく片付いたわね。大丈夫ダクネス？よかった、ものすごくよかったぞ。お疲れ様。倒した野菜は晩ご飯にしましょう。ミア、焼きもろこし食べたい。はいはい、ちゃんと作るから楽しみにしててね。まったく、のんきなもんだな。さっきまで野菜に殺されかけてたってのに。いましたよダニエル様、やつらです。我が爆裂魔法でまとめてほふったかと思っていましたが、なかなかしぶといですね。ええ、よもやワイバーンを撃ち落としてくれようとは。おかげで歩く羽目になりましたよ。お前たちがダニエルとチャーリーか。これ以上先へは行かせない。この魔剣の勇者ミツルギが相手だ。頑張れミツルギさん。さすがですミツルギさん。すごいですミツルギさん。佐藤カズマ、君が僕の名前にさん付けするのは落ち着かないのだが。お、あなたがかの有名な魔剣グラムの使い手ですか。いかにもその通りだ。僕がいる以上この先へ進むことはかなわないと思え。エンシェントドラゴンすらほふったこの僕の剣技を受けてみろ。くらえ！ほう、いやはや、確かになかなかの立ち筋ですね。こんなのまともに食らったら。なんだ、地面が揺れて。この辺は崩れやすいから、あんまり派手な技使わない方がいいと思うぞ。
教えてくれて感謝するよ、ミヤさん。でももうちょっと早く言ってほしかったかな。なあ、これは一本取られましたね。みんな、僕は大丈夫だから、構わず先へ進んでくれ。わかったわ。気にせず先へ進みましょう。自分で言ってなんだか、少しは心配してくれ。このスバ、ごちそうさま。もう腹いっぱいだ。新鮮な野菜のおかげで魔力もだいぶ戻ってきましたよ。でもミーア、もっと肉も食いたいぞ。あんだけトウモロコシ食ったくせに、お前まだ食えるのか。ミーアちゃんたら、ほんと食いしん坊なんだから。いっぱい食べられて偉いわね。ん、何かしら、茂みから物音が。よかった、ようやく追いついた。リア、どうしてここに。あれから考えたんだ。やっぱりカズマたちだけに任せられない。古代兵器の復活は元はといえば私のせいだから。気にすんなって言っただろ。そんなことよりコンテストの優勝を目指して練習を。優勝するために来たんだ。私がさらわれなければこんなことにはならなかった。そう思ったらコンテストに集中できない。だからカズマ、よかったら一緒に連れて行ってほしい。気がかりを残したままではコンテストに臨めそうもない。わかったよ。こんなところまで追ってきたやつを追い返せるわけないしな。協力して必ずトールハンマーを無力化しよう。そして無事にコンテストを開催してもらおうな。そう、莫大な借金を返済するためにも。このスバ、このスバ、これだけ歩いたのに山頂はまだか。それに野菜もどんどん強くなってる気がするし。食料に困らないのはありがたいですが、これだけ多いと困りものですね。今朝も巨大な緑色の野菜に追いかけられる夢を見て目が覚めたくらいですよ。そうだな、ミーアもどうせなら肉に追いかけられる夢が見たいぞ。あらあら、ミーアちゃんたらたくましいわね。あー、もう足がパンパンよ。今何合目くらいかしら。そろそろ頂上のはず。あと少しだ、頑張ろう。ダニエルたちがまだ追ってこないということは、魔剣の勇者が頑張ってくれているのだろうか。このまま一気に山頂にたどり着き、先にヤールングレイプルを見つけたいところだな。そのことなんだが、この後ヤールングレイプルを手に入れたとしてどうするんだ。壊してしまうのが一番いいんだが、トールハンマーの雷撃に耐える頑丈な手袋を俺たちに壊せるのかって問題があるな。はっはっは、我が爆裂魔法で破壊してみせようではないか。やめとく、なんか嫌な予感がする。なんですと。なあカズマ、その手袋ミーアがもらってもいいか。手袋があったら農作業に便利だし、野菜育てるのに使う。とってもいい考えだわ。さすがは賢くて偉いミーアちゃん。いい子いい子。いやいや、前提から間違ってるから。あの手袋を使うって選択肢はないからな。ならばダニエルたちの手が届かないところに保管するのが一番良いのではないだろうか。王都の城の宝物庫はどうだ。王都ならばアクセルよりも警備が厳重だ。ま、それが現実的な解決策だな。王都への口利きは頼むぞ。ララティーナお嬢様。
ララティーナって呼ぶな。ああ、もう疲れたな。酸素が薄い。カズマさんたら頑張って。もともとヒキニートだったから体力がないのはしょうがないけど。ヒキニートじゃないから。それに俺は上級職のお前らと違って普通のステータスの冒険者なんだよ。この辺なんだか前に来た時と違うわね。地殻変動、これもドールハンマーが復活したからかしら。さあさあ、ヤールングレイプルとやらはどこだ。古代兵器を御する魔道具というくらいですから、さぞかしかっこいいアイテムなんでしょう。胸が高鳴りますよ。これを片付けたら、あとはコンテスト優勝を目指すだけ。私たち踊り子の戦いはそこから始まると言っても過言ではないな。おい、リア、そういうセリフはフラグみたいだからやめておけ。とうとう追いつきましたよ。この声は崖崩れに巻き込まれた仲間を捨てて先へ進むなんてひどい奴らだ。貴様らそれでも人間か。ですが、その様子ですとヤールングレイプルはまだ見つかっていないようですね。残念ですが時間切れです。そこをどいてください。ヤールングレイプルは私たちが見つけます。そう言われて道を譲るわけにはいかないな。どうしてもというのなら、その武器の雷撃で攻めてみるがいい。雷撃攻めというのは初めてだ。この体でどこまで耐えられるのだろうか。いやいや、雷撃の負担が大きすぎるからヤールングレイプルを入手しに来たんですが、そこをおどきなさい。そこまでだ。アクア様たちから離れろ。そう簡単にこの魔剣グラムから逃げられると思うな。ここで決着をつけてやる。人間の身でここまで追ってくるとは、さすが魔剣の勇者といったところでしょうか。なんですかこの振動は。まずいわ。騒がしくしたせいでサムイ堂の王様が目覚めちゃったのかも。サムイ堂の王様、それって一体。メロメロこれはなんという大きさだ。ねえエイミー、あの化け物は一体何なの。あれはこの山の主にしてサムイ堂の王様、最高級マスクメロンよ。メロロン。またわけのわからないやつが。もうやだこの異世界。噂には聞いてたけど、ミーヤも見るのは初めてだ。メロメロン。野菜に食われてたまるか。めぐみ、わかっています。我の魔法で焼き尽くしてやりますよ。焼きメロン、うまそう。食っていいのか。倒したら好きなだけな。みんな、行くぞ。このスバ、このスバ。メロメロ。弱ってきたな。今だ、メグミン。エクスプロージョン。おお、いつになく絶好調だな。ありがとうございます。下の方で雪崩も起きてるな。大丈夫だろうか。誰かが住んでる山でもないしな。大丈夫だって。何かあったら俺が責任を取る。まずくね。見てカズマ、まだ生きてるわ。任せてください。この僕がとどめを。待て。うわっとて。
どうしたんだい？急に目の前に出てきたら危ないだろう。よく見て、マスクメロ、なんだか怯えてる。近づいたら危険だぞ。大丈夫、ミーヤに任せろ。メロ、ミーヤは敵じゃないぞ。ここにいる奴らもみんな優しい奴ばっかだからな。ナマラ怖かったんだよな。だから攻撃したんだよな。よしよし、メロメロ。すごいわミーヤちゃん、果物界一の暴れん坊の異名を持つマスクメロンをこんな風に手なずけてしまうなんて。そんな異名が本当に大丈夫なのか。ほらおかえり。もう人を襲ったりしたらダメだぞ。メロメロン、このそばメロメロン。難は去りましたね。これで安心してヤールングレイプロ。残念ですが一足遅かったですね。ダニエル、その手にはめてるのはまさか。ダニエル様、やりましたね。ゲイ、マスクメロンと戦ってる隙に。卑怯だぞお前たち。さあついに念願のヤールングレイプルを手に入れました。トールハンマーの真の力、今こそ。ダニエルの城で見た雷の力を自由に操られたらさすがに勝ち目はないぞ。みんなここは一旦撤退だ。さんざ私の邪魔をしたあなた方をこの私が簡単に逃がすとお思いですか。うなれ稲妻。私をかばって。リア、おいリア、しっかりしろ。目を覚ませ。リアを傷つけるつもりはなかったのに。おい、息をしていないぞ。アクア、早くこっちに来てください。早く。そんな、リアが死んだ。私はなんてことをしてしまったんだ。推しを死なせてしまうなんて前代未聞の大失態。もうダメだ、死のう。ダニエル様落ち着いて。自分に向かって雷撃を打ち込もうとするのはおやめください。せっかくトールハンマーを操る力を得てもダニエル様がこのご様子ではさすがに分が悪い。ひとまずは撤退だ。リアほらダニエル様、いつまでもお泣きになってないで行きますよ。仲間の一人も守れないで何が勇者だ。僕は勇者失格だ。エイミーを守ってくれて嬉しいけど、リアが動かないのはなまら悲しい。ごめんなさい、私をかばったせいで。リザレクション。ここは。お、戻ってきたな。え？この私にかかればこれくらい簡単よ。なんたって女神ですからね。さすがですアクア様、やはり女神様だ。ミーヤ、さっき泣きそうだったのに、この気持ちどうしたらいい？こういう時はね、流れに身を任せて
喜んでしまえばいいのよ、ミーアちゃん。リア、自分の名前はわかりますか？ここはどこだかわかりますか？ちょっと待て、リアの様子がおかしい。もう一度聞くぞ。ここがどこだかわかるか？もしもし、リアさん、大丈夫？思い出した。思い出した？あ、もしかして記憶が戻ったの？ああ、すべて思い出した。私がこの世界にいる理由を。この世界？この巣場